1万円握りしめて天王寺ミオを満喫してみた。なんか怪しいと思ったらケイスさんじゃないですか。びっくりしましたよ僕。シャケさんじゃないですか。いや、はじめまして。ありがとうございます。あ、おいしい。うまいっすね。匂い全然違うっていうことがありますけども、乾杯。料理が来ました。よし、すごい、これはすごい、すごいですね。素晴らしいですね。めっちゃ素晴らしいですよ。アートですね。これがこう999円アートです。あ、ありがとうございます。あ、こちらの突き出しというところで、これあの、あ、揚げてるじゃないですか、はい、これはさつま揚げなのかですよね。崩すのもったいないぐらいですけどね。けどやっぱエビからいきたいですよね。このぜひぜひどうぞ。はい、いやいや、うわすごい、うおこれすごい。この味噌、味噌ね、味噌ですよね。味噌ですよ絶対に。チュー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 しよう思ったんですけど、はい、うん、またうまそうに食べますよね。マジでうまい。めちゃくちゃ美味しい。濃厚。いやすごいうまそう。なんか生エビの場合は結構とろける甘さがありますよね。生なんだけどプリッとする感覚っていうのはやっぱりそんだけ鮮度があると思うんですよ。まあ次はどれをいただきましょうか。ニックネームというかあだ名でシャケシャケって言われてる。あ、もうそのあたりはねずっといつ聞くかなと思ってまして、いつからこのシャケさんになったんでしょうか。いや、なんかほんまにこう初練習ぐらいの時に、はい、西澤明則さん、西澤明さんが、はい、酒生きにくいな、なんか鮭とかでいいんじゃねえのみたいな感じで、はい、パッと始まって、結局なんか酒元より鮭元鮭みたいな、なんかそっちの方が言いやすいよねみたいな感じがふわふわっとこうだんだん人数増えていくみたいな、鮭鮭みたいになってきて、まあ、その後入ってくる選手はもうみんな鮭って呼んでるから、はい、だから多分僕の本名知らん選手めっちゃ多い。下の名前なんてほんま全然知らんと思います。昔なんかそういう話あったな、鮭元じゃないんですかって言ってる後輩が。まあ、あの別人と思われる後輩もいらっしゃるかもしれませんね。鶴松さんの D フライが来ました。やっと姿を。どんな感じでしょうか。どうぞ。うん、これは何ですか。D。大根です。おでん大根の。おでん大根ですよ。大根。大根の D だったんですね。じゃちょっとあのいただきましょうか。え？どうですか。でも食べたことないから。おー、いやすごいフライやのにめっちゃみずみずしい。いや、フライなのに大根です。おでんの大根ですよね。そうっすよね、めっちゃ味する。え、これはうま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 い。これはめっちゃ美味しいですね。あれか、大根の味旬でるつゆが弁当代わりになってんねや、これ380円ですよ。これ絶対頼んだかいっすね。アルコールがもうなくなってきたじゃないですか。気づきました、やっぱり。これもう相当ペース落としてるもんでたんですよ、これ。いいっすか、2杯目も。2杯目ハッピーアワーでいきましょうか。ちょっといただきましょうか。はい、もちろん。うわ、いや、2杯目ハイボール、ハッピーアワーのハイボールですね。こちらは、180円。じゃあ80円ですか。180円ですよ。ではいただきましょうか。はい、わけどハマりそう。ハッピーアワーにハマりそう。 100% お得ですからね。お得ですよ、はい、すごい安いですよね。そうですよね、180円。お前こんなのなんか楽しいとこやと思わなかったですよ。もうセレストスタジアムからもう一本ですもんね、はい、JR で見よう。そうですね、はい、もうほんまにもう15分圏内なんで、お、はい、すごいいいと思います、はい、いやー、私もうあのこのもう人生でなかなかすぐ出会って奢ってもらえたっていう経験がないんですけど、あの次もしよかったら。違うんですよ、僕も言おうと思ってたんですよ、はい、残金がまだあるんでちょっとこう、はい、
もう一軒、あと二軒行けたらなってちょっと思ってた。本当ですか？次どうしようですか？いいんですか？もちろんお願いします。もうやっぱり最後はやっぱりこう麺物なんですよ。麺物がすごくラーメンは食いますよ、やっぱこう。まあそうですね、はい、まあ、ラーメンもそうですし、はい、まあ、ちょっとあれ和風的な麺で締めたいなっていうお店を、はい、がいいのかなと思いますし、まだね聞き足りないことがあるんですよ。次はちょっとね暴露話を聞いてみたいなと思います。怖い。ぜひ次の店お願いします。はい、よし、ありがとうございました。はい、ございました。はい、4軒目藤屋さん、もう多分金額的にラストになりそうだと思います。楽しんでいきます。酔うてます。引き続きまして、あのケニスさんにご同行願いまして、ごちそうさまです。あのね、この企画というか残金2653円、もうここできっちり藤屋さんで使い切るという、はい、そうですよね、はい、これはどういったお店ですかって、まあ、入ってくるとき見えたんですけど、まあ、お蕎麦さんですよね。そうですよね、はい、飲み物からちょっと注文しましょうか。はい、はい、蕎麦に合うというか、はい、蕎麦以外何か頼めるんですかね。まあ、蕎麦以外でしたらだし巻き卵がすごく有名なんですよね。だし巻き卵と藤屋さんの焼酎どうですか？ありがとうございます。そばの前にですよ。最高ですね。それまず焼酎もともと大好きなお酒なんで。そうですね、はい、鹿児島行かれてましたので。はい、はい、こちらもお願いします。はい、はい、どれ行きましょうか。どうしましょう。僕はやっぱ芋焼酎行きたいですね。ぜひ。はい、黒霧島、はい、2杯でお願いします。はい、私はお湯割りですかね。僕も、はい、お願いします。で、あとあのだし巻きでお願いします。はい、お願いします。いや、ごちそうさまです。いやいや、ごちそうさまというか、もうね長いこもう結構ね、3軒目ですよね、一緒に。そうですね、3軒目で、ね、でもあの鮭さんは4軒目なんですよね。僕4軒目ですよ。結構なんかその前行ってるとか言ってましたね。いや、そうなんですよ、私実は4軒目なんですよ。そうですよね、はい。まあ、ここ1軒目どちらからなんですか？1軒目はひしめき屋さんですね。え、うわ、私もそうですよ。 あ、ますか？そうですよ。おったおった。間違えたらほんまにあかん。だってもうっていうか、はい、結局なんすか、今日ずっと一緒におったみたいな。結局。いや、というところで芋焼酎が来ました。はい、うわ、すごい。では、4軒目ごちそうさまです。よろしくお願いします。あ、うまい。失礼します。お、あ、来ました。お、すごい、だし巻き来ました。これ名物のだし巻き来ましたね。だし巻きというよりもだしになんか使ってもてるっていうか、ザ・だしっていうだし巻き卵なんですよ。ここが名物なんですよね。これで芋焼酎飲むっていう、まずは一品目のつまみとしてどうぞっていう。半分いきますか。はい、うわー、いや、めっちゃ美味しそう。これはもううまいのは分かってるんですよ、すでに。これがもう本格。どうですか。すぐ入れな。すぐ芋入れな。味しっかりしてまして、はい、食感ほわっほわっほわっ、はい、すっごいうまい。キッチンの色が、はい、そば祝いです。わー、すごい、すごい香りがいいですよね。はい、めちゃくちゃいいですね。はい、いや、風味がいい。うまい。自分の地味を知ってたら、はい、やけどする気でもう一気で飲みたいぐらいうまいです。明日死ぬってもし言われてるんやったら別にやけどしても関係ないから、一気飲みで飲みたいぐらいうまいですこれ。ということで、あの蕎麦来ました。はい、すごい、めっちゃいいですね。ありがとうございます。いや、いいですね。そういうことですよね。あ、うん、あ、うまい。
すごい腰あります、めっちゃ腰ありますよね、はい、いやびっくりしました。でちょっとずつこのネギとかも薬味を入れていくみたいな感じでしていくと、はい、なるほど。まあ、この中なんですけども、はい、初ゴールした時の思い出っていうのはどんなもんでしょうか。はい、ありがとうございます。3年目、はい、まあ、今のヤンマスタジアム、はい、で90分過ぎてアディショナルタイムですね、はい、で相手は鹿島アントラーズ2対1で負けてました、はい、でそこでこうポンって自分の場合ボールで、まあ、ボレーシュートを打ったんですけど、はい、すげえ当たり損なって、はい、バインバインなんかこのすごい変なただゴールには行ってるなっていう、はい、でその時に大久保嘉人さんがちょっと触ったんですよ、はい、でキーパーが触る触らんの駆け引きでキーパーは動けなかったんですよ、はい、だからそのバインバインの人がそのまま入っていったんですよで2対2になったんですけど、まあ、ほんま俺吉田さんのゴールだと思ったから、はいはい、吉田さんによっしゃ、はい、ナイスゴールみたいな、はい、でもう劇的な同点ゴールだったんで、はいはい、よかったです。結果的に僕のゴールになったんですけどすげえダフりまくったシュートがオフサイドポジションに吉田さんに当たるかどうかみたいな、だ VAR あったら多分今やったらもうノーゴールになってるような、あそれぐらいなんか怪しいシュートが初得点で、でしかもその初得点で自分がよっしゃみたいな喜んだりしましたね、こんな感じじゃないですか、はい、違って俺吉田さんに抱きついたんだよなすげえ吉田さんとか言ってもちろんチームが同点引き分けになって、まあ、勝ち点拾えたっていう部分では嬉しかったですけど、なんかあんまりこうシャーっていうのはなくてそれが初ゴールということですね。初ゴールでちょっと調子乗ったというか、あの、はい、すごい体も切れてて、はい、鹿島戦初ゴールしましたで、はい、次の試合週の中の練習があって中日ぐらいにもう大体スタメンって大体分かって、次の試合も俺もスタメンぐらいか21位ぐらいで、はい、お21位またチャンスくれた、これ勝負やと。で当時の七海博さん、今松本山鹿の監督なんですけど、1対1の練習なんで、そこで自分でもありえへんようなえげつないフェイント5回ぐらい出したんですよ5回そしたら右足骨折して元気だったです逆に今初得点でバインバインっていう話を聞いたので、はいはい、もう気持ちいいゴールをしたのはいつっていうの記憶はありますか。そうですね、ありますけども、はい、J2、まあ、結局その年上がれたんですけども、まあ、まあ首位争いしてたのかな、清水エスパルスとそれも、ヤンマスタジアムですね、はい、で途中交代で入って0-0やったんですよ。で相手は清水エスパルス、はい、で J2J1 に上がるための、まあ、首位争いっていうところで途中交代で入って増田陸、今の、はい、陸さん、はい、陸のクロスを、はい、元セレッソ大阪の選手だった村田、はい、村田さん、はい、村田和也と競り合いながらダイビングヘッドで俺の方が先に触ってゴールしたんですよ。もう そのシーンちょっと流れますか皆さん、流れますかね、ちょっと流れるなと今流してほしいですけども、なんかすごいこう嬉しかったというか、まあそういう大事な試合途中でこう出れて、はい、まあ決まったのは良かったんですけど、はい、バッシャーって自分で思って、はい、バッて顔を上げようかなと思って、もうホームの応援席があったんで、はい、もうホームの応援席側にこう走り出そうかなと思ったらここら辺ぐらいからもう身動き取れないんですよ。あれなあこれ、はい、まあ、当時言ってた杉本健佑にずっと抱きしめられる抱きしめられて身動き取れず、 おめでとうということですよね、はい、だからもうゴール入ったのは自分で見えたんですよ、こうダビングヘッドして、はい、で顔を上げたらずっと健佑の胸っていうなるほど何もこうパフォーマンスじゃないですけど、こう喜びを爆発できなかったっていうのは、まあそこはもう全然嬉しい。結局その試合に2-1負けたんですよ。まあまあでもすごく気持ちいいシュートはそこでできたっていう記憶があるということですね。気持ちよかったですけど、まあ結局負けなんで、はい、それがね、こう自分が気持ちよくてもチーム勝たれへんかったりしやんっていうところでまたちょっともやっとしますね。ありがとうございました。今日本当にごちそうさまでした。いやもうとんでもないです。ありがとうございました。ありがとうございます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 。会計が2630円です。ちょうどお借りいたします、はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。
はい、というわけで、今回は天王寺美穂さんの1万円握りしめて旅歩きやってまいりました。もうほんまめちゃくちゃ楽しかったですし、僕、まあケニーさんもおられたんですけども、2人男同士でもすごくこう安く楽しめたので、本当にこうみんなにおすすめかなと思います。残金は23円で、あのミオさんのポイントは88ポイントとで、今ここを取ってるのがミオさんのずっと飲んでたところなんですけども、あの JR 直結のところなので、アクセスはめちゃくちゃ抜群です。皆さんよろしければお越しください。ありがとうございました。酔うてます。私たちが待っていたのはこの瞬間、このドキドキをみんなが待っていた。A sustainable future. Yanmar.